でけでーん、でけでーん。古いパックが再販されてて手に入ったので、開けまーす。はい、ちょっと。ウルトラサンとウルトラムーンとドラゴンストームとレックのカリスマあります。あとなんかこれはポケモンセンターで買ってきたやつです。よいしょ。どれから開けようかな。ドラゴンストームから開けよう。これ初めて開けるというか、今日開けるこの4種類のパックから、どれも初めて開けるパックですね。よいしょ。そう、タッツ、チルット、竜の鍵爪、ジジイロン、火打ち石。はい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 。このパック何が入ってるかよく知らないけど、確かそんな強くないけど、まあいいですわ。一回、あ、チルタリスだ、ジカルデだ、チルタリス出ました。戦いの歌、チルタリス、ドラゴンタイプの打点が上がるカードですね。325ヒヒダルマ、ジャラ、こう食い尽くされた原野、これはまあ今でも使われてると。ミロカラス、はい、これがドラゴンストーンでした。はい、まあ、ほとんど記念みたいな、記念開封みたいなやつ、ね、初めて開けるパックを記念開封してます。妹の誕生日が今月あるんですけど、妹の誕生日プレゼントになんかポケモンのグッズ買ってあげようと思ってポケモンセンター行って、あんまいいのがなくて結果自分のポケモンカードだけ買ってきました。ひどい兄ですね。はい、今度はレックのカリスマ初めて開けます。レックのカリスマ欲しいのはレックザかな。あ、ダンブルだ。これ使ってるわ、実はデッキで。よいしょ、ダーティング GX 出ました。なんだよ、効果はよくわかんないけど、そんな強くないという。確かそんな強くない。後で読みましょう。てか、今読もうか、ちゃんと。はい。草エネ1個で40。相手混乱。草無色2つで90プラス。自分の手札と相手の手札が同じ枚数なら90。うわーで、GX 技が草ムームで、相手のポケモン1匹とついている全てのカードを相手の山札に戻し。弱いですね。はい。ほら。わかんない。ほう。おかしゃも。まあ、GX が出たのはいいかな。マイナン、レジアイス、こだわりハチマキ。ハイパーボールド、こだわりハチマキとか。あ、コータスだ！これ嬉しい！なんかめっちゃ嬉しい。僕コータス2番目ぐらいに好きなポケモンなんで嬉しい。コータスは嬉しい。隠れクレヨン、チャーリングとか、めぼしいカードがコータスでしたね、このレックのカリスマは。はいはいはい、コータスが出てくれました。コータスよくどこか当たりカードとして下に置いておいてよ。レックのカリスマでした。次ウルトラさん開けます。よいしょ。ウルトラさんもね、あんまその強いカードは入ってないんですけど。よいしょ。怪しがめ、あ、友達手帳は強い。これは強い。普通に強い。コイル、ダブル無色もいいじゃん。ベロベルト。あ、全然良かったわ。友達手帳は嬉しいですね。よいしょ。バクガメス、スカンプ。友達手帳また来た！ゴーカザル。これなんだっけ？このポケモンがいる限り相手のバトルポケモンやけどで乗せるダメ感が6個になる。あ、結構使おうと思えば使えそうですね。チェリム、これも確か使おうと思えば、このポケモンがいる限り自分の草ポケモン全員の弱点が全てなくなると。なるほど、使えそうではない。まあよかった、友達手帳をいっぱい引くことができました。嬉しいです。ほい、あれ、まだあと1トバック残ってました。はい、はいはいはい、こんな感じでした。申し訳ねえ、ウルトラさん申し訳ねえ。で、ウルトラムーンだけ10パックあります。なぜかと言いますと、まあいいカードが結構入ってるから、何より白なの SR が出る可能性があるパックなんでね。この化石、エンペルト、まあまあね、それを当てたいなって、欲しいなということで。よいしょ。デカグース、ブイゼル、ミカルゲ、ランパルド、おー、これも実は強いんですよ。相手のバトルポケモンが種なら、そのポケモンを傷させると、タッグチームをワンパンと強いですね。ほら。よいしょ。ハングース、ポッチャマ、ハンサム初ゲット。ハンサムホイッスルも初ゲット。地味にいるし。ポッチャマいっぱいいる。ポッチャマ、深丸。あ、岩隠れの深丸だ。これも嬉しい。デッキに実は使ってるんです。
ポポタス、トブロック、まあまあね、これなんか投影がついてたら逃げ根ゼロで逃げれるっていう。ガブリアスデッキも作ってるんで、ちょっと嬉しいね。はい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 、ガブリアス出ました。ただ僕が使ってるガブリアスは、なんだっけ、トータイプの使ってますね。よいしょ。デカグース、パチリス、あ、ほっぺスリスリのパチリス、ほっぺスリスリデッキも作りました。深まる、ルカリオ、ルカリオ嬉しいな。入れ替えよう、自分が地引きしたカードに入れ替えようデッキに使っている。これもガブルカで、さっきのガブラスデッキに使っています。おっちゃまがめっちゃ出る、グアライド、エレブ、ギラティナ、プリズムスター。あ、プリズムスターは、あの、超ブーストっていうのが出る可能性、これもいいね、スケープに。超ブーストが出る可能性あったんで、そっちの方が欲しかったんですけど、まあこっちもいいでしょう。かっこいいんで。よいしょ。はい。ガバイト、ユキカプリ、ヤングス、ハイパーボール、エレキブル。残り2パックです。ただなんか、でかい当たりはないな。地味だな。オプタイシ、リオール、謎の化石、グレイシア GX!ただ GX 出てくれたら嬉しいけど、これあれウルトラシャイニーに入ってるやつなんで、あーって感じですわ。ラスト1パックです。白なのレアとか来ないかな。パチリス、フローゼル、謎の化石、白なのレア来た、嬉しい。光ってる白なの初めてゲットしました。これ嬉しい、最後に出てくれて。あ、よかったよかった。はい、で終わりません。これで終わりません。まだ終わりません。このマルカンコレクションがあるんで、よいしょ、マルカンコレクション開けます。6個あります。狙いはダイゴ、N、シロナ、この3つ、特にシロナってですね。はい、開けていきます。たったたたたたたフーロー、フーロー、無念、妹にあげます。たた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 、お、マジかよ。おーい、おい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 、お、お、おー、名前忘れちゃったわ。あれ、やばい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 、僕これの SR 当てたのに。だろうだろう。グリーン、ちょっと待って、この子の名前を忘れてしまった。なんで忘れるかな。この方がある、あった、うわ、レッドグリーン来た。うわ、ダイゴも N もシロナもちょうど来てない。こんなことありますか。 N だー。あーい、あーい、あーい、終わりまーす。あー